民的アイドルグループ IKB31 から派生した新ユニットプラチナキッス。キャッチフレーズは最上級の独り占め。私の名前は高野彩香、 IKB では一応センターやってます。今ではテレビに舞台にグラビアに毎日てんやわんやの大忙し。まだまだ駆け出しだけど今日もトップアイドル目指して頑張ってます。彼女は上井真希、スポーツ万能な元気系少女。人見知りなところもあったり、時々見せる恥じらいの表情が思わず抱きしめたくなるってファンには大好評。そして IKB のなごみから大泉舞菜、しかもメンバーきっての巨乳ちゃん。好きだらけのところがある意味隙がないというか、とにかく今日もプルンプルンなのだ。ずっと憧れていたアイドルというお仕事、日々の華やかさとは裏腹に人気がものを言う厳しい世界。イエーイ。そんなサバイバルな毎日を頑張っていけるのはきっとあいつがそばにいてくれるおかげかも。私の兄貴、うちらプラチナキッスのマネージャーなの。メンバーの中でも特に仲良しの3人、お仕事が終わって遊びに行くこの時が一番和むんだよね。このユニットが決まった時もマジで嬉しかった。そういえばお兄様に聞きましたけど、明日のイベントに来れないかもって。なんかいろいろ忙しいみたい。そうですか。でも、お兄さんのことだから、またひょっこり顔を出すんじゃないの？そうですね。ん？お兄様のいない現場なんて、ちょっと寂しいです。いつも通りやれるか心配になってきたよ。ちょっと二人とも考えすぎだって。大丈夫だよ、兄貴がいなくたって、うちらだけでなんとかなるから。そうだ、この後カラオケに行こうよ。歌えば元気になるからさ、ね。そっか、やっぱりみんなも兄貴がいないと不安なんだ。実は私もなんだよね。準備お願いいたします。はーい。どうしよう、あやち。とにかく声だけでも聞けたら少し安心できるかも。お願い、必ず出てよ。え？あのロッカーから聞こえてきてない？まさか。いい、開けるよ。よう。いやー、俺としたことが、電源切っておくの忘れてたな。あんたね、マネージャーじゃなかったら通報してたとこなんだけど。っていうか、ずっとこんなところに入ってたわけ？当たり前だろ、盗撮なんだから。いや、どこから突っ込んでいいのかわかんないんだけど。そもそも、この部屋には15台の隠しカメラがあってだな。はぁ？お前たちのありのままを、いろんな角度で撮ってあるからな。あの、ひょっとして着替えもですか？もちろん。あやっちーのお兄さん、マジで変態なんだけど。アイドルたるもの、いかなる時も隙を見せちゃいかんからな。こういった積み重ねが完璧なアイドルを。昨日言ってた忙しいって、これのためじゃないでしょうね。当然。
大丈夫ですかお兄さん。今日はピンクの水玉か。死ね。そう、これが私の兄貴。アイドルオタクで極度のシスコン。私のデビューのきっかけも兄貴がオーディションに応募したから。そして今では私たちの専属マネージャー。あ、自分で説明してて頭痛くなってきた。しっかりしてください。ジレジレ見ないでください。マキニャ。ごめんなさい。それより聞いてください。私たちピンチなんです。もうすぐステージなのに全然いつもの調子が出ないんです。え、どうしたらよいですかお兄様。今だってほら、お疲れ様、イベント大成功だったぞ。兄貴のおかげだよ。いや、みんなが一生懸命頑張っただけさ。そんなことありません。だって直前でお兄さんがいっぱい応援してくれたから。マイナも地球の中にお兄様がいるって思えたらとっても安心できました。ほらほら、デレデレしない、よだれ垂れてるから。マジか。お兄様ったらすぐ引っかかる。今までアイドルをやってこられたのは兄貴のおかげ。おー、バカで間抜けで超変態だけど、あたしらのことを一番に考えてくれる。これからも変わらない、あたしの大好きな人。